山崎さん、ジャイアンツの山崎伊織さん、カンニングしてください。今季5戦投げられて4敗もしてんすよ。今日で山崎伊織さんに4勝目をつけさせてしまいました。もうあれ無理やろ、どうと山崎は。打って。はいどうもメントスコーラとナノルマでございます。本日も DNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうに思います。いやーまあ本日からですね、まあ昨日も巨人戦というところで見事逆転勝利することができまして、まあ上位にね阪神に追いつくため何としても勝っていきたいという試合だったんですけども、結果を申しますと1対5で負けました。まあ、昨日本当に勝つことができて、良かったかなっていう感じの試合でしたね。ということで、いつも通り選手の活躍というものを見ていきましょう。選手の活躍はこんな風になってます。まあ、今日ね、振り返るところはあんまないっすよね。正直なところ言うと、相手のね、本当に、山崎伊織選手が、まあ、良すぎたっていうところに尽きるのかなと思うので、まあ、正直ね、DeNA 打線もやっぱ打って爆発してほしかったっていうよくやっぱ強いですけども、まあ、今日のね、まあ、リリーフ陣からはワンチャンスあったかなと思うところはありましたけども、やっぱ山崎さんね、すごい球投げてたので、まあ、まずはチャンスなかったなっていうところですよね。まあ、本当に今日はもう山崎選手を褒めるしかないのかなっていう感じの展開だったので、まあ、打線爆発して勝ってほしかったけども、まあ、そこら辺はやっぱ5点取られてしまったので仕方なかったかなっていうところは、感じました。まあ、そこら辺のチャンスですよね。まあ、一つ言わせてもらうと、やっぱ佐野選手のやっぱ状態ですよね。まあ、中日戦で、ね、2試合連続タイムリーが出て、まあ、ただそのタイムリーもね、渾身の当たりではなかったんですけども、まあ、ちょっとね、結果出ましたので上がってくるのかなと思ってたんですけども、やっぱりその、あそこから見てもほとんどヒットも出てないですし、8月見ていっても、今日の4打席目で1割4分6厘というところになってますので、まあ、なかなかね、フォアボールも選べないし、OPS もね、6割8分切りそうなところはありますので、ちょっとしんどいなっていうふうに感じました。やっぱり中日戦で結果は出ましたけども、今やっぱ佐野選手にね、必要なのは結果よりもやっぱ休養なんかなと思うところはやっぱありますね。まあ、打席どんどん立っていって、結果残していってね、復調してくれるっていうのが一番なのかなと思うんですけども、まあ、一般の状態見てもね、なかなか一発も出なさそうなところもありますし、長打もね、なかなかしんどいところがあるので、まあ、これからまたね、DeNA はね、どんどん上位を狙っていくべく勝っていかないと、まあ、毎回ね、カード最低勝ち越しぐらい狙って、勝っていかないとやっぱ優勝ができないのかなとは思うんですけども、まあ、これからやっぱ特にやっぱ打線ですよね。打線面を復調させるところっていう意味合いではやっぱり佐野選手の今後の起用っていうのが一つのターニングポイントになってくるのかなというふうには思います。まあ、本当にね、今は大津選手絶好調で使っているので、まあ、関根選手とね桑原選手を併用して使っているという形になっているんですけども、本当に私は、佐野選手を外すっていう選択肢がやっぱ必要かなというふうには思ってて、まあ、このままね起用してね打つ、世界戦もあるのかなと思うんですけども、やっぱり代打とかね、まあ、本当に最悪でもやっぱり二軍調整とか、そういうところで復調していただかないとやっぱり今後の優勝争いは厳しくなってくるので、もう一つの本当に英断を迫られている時期なのかなというふうには思ってます。本当そこら辺の気をしていかないと本当に上位争いしていくとっていうのは厳しくなってくるのかなというふうには思いました。まあ、脇選手もね、しっかりホームラン出てますので、まあ、1点取ることができてね、そこは良かったのかなというふうにはね、思いました。ピッチャーの方はまあなんといっても、まあ、平選手ね、4回までは非常に良かったんですけども、ちょっと5回に捕まってしまって、まあでも5回投げて3失点の巨人打線の相手なので、まあそこら辺は谷間で、いいピッチングしてくれたんじゃないかなというふうには私は思いました。まあ本当にもったいない投球でしたけども、まあ次に生かしてほしいなっていうところと、まあ今日久しぶりに石川選手、打たれてしまったんですけども、まあ、坂本選手相手ですし、まあ、そういう経験というのはね、これから絶対生きてくるのかなと思うので、まあ、本当に久しぶりに失点してよくはなかったんですけども、まあ、まあこういう時もあるのかなというふうには思うので、すごいまあこれから勝ちパターンとかも投げてほしいのでね、経験に、してほしいなというふうには思いました。はい、それでは最後にメントス加藤選手を受けます。今日の動画終わっていきます。そうですね、今日のメントス加藤選手は、ホームラン放ちました。牧選手が入っていきます。メントス加藤の方ね、おめでとうございます。はい、今日こんな感じでね、終わっていきたいなというふうには、思ってます。明日は絶対勝って勝ち越しでやっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではですね、お疲れ様でした。バイバイ。明日は勝つぞ。
鍛えたそのパワーはかとばせ、勝利をさ目指せ、ホームランかとばせ、集合。